ちは、皆さん、お元気でしょうか。今回は、エンターテインメントシーンにおける注目すべき展開に焦点を当て、滝沢秀明氏が設立したスタートエンターテインメントとアーティスト会社ニバイトに所属する才能あるアーティストたちの活躍についてご紹介します。まず、滝沢氏がジャニーズ事務所を離れ、スタートエンターテインメントを立ち上げたのは2022年10月末。その後、23年3月にはアーティスト会社ニバイトを設立し、日本国内だけでなく国際舞台にも視野を広げました。これにより、元ジャニーズたちは新たなスタートを切り、個々の才能を開花させながら日々の活動を展開しています。2023年に入ると、ニバイトファミリーは様々な活動を通じて素晴らしい成果を上げました。特に、3月21日に事務所を設立後、これを皮切りに元ジャニーズ所属の豪華な面々が次々と加わりました。元インパクターズの7名や元金プリの平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん、元ジュニアの大東達樹さん、そして元キスマイフット2の北山さんなどが、ニバイトファミリーに名を連ね、その多様性豊かな才能でファンを魅了しています。ニバイトファミリーは公式 YouTube チャンネルでの活動も積極的で、11月24日からは所属タレントたちによる新番組、飛べ番がスタート。12月24日には第2回が放送され、10から13歳の5人のオーディション生もお披露目されました。さらに、12月からはインターネットテレビ局アベマで、大東さんを除くニバイトファミリー12名によるハワイ旅行の密着映像、ニバイトの夏休み、ハワイ独占密着がスタート。これは新たな決意を胸に、5回にわたって独占放送され、ファンに大いなる喜びをもたらしています。そして、気になるのは2024年の活動予定です。ファンたちは、ニバイトファミリーがどのような新たなプロジェクトや活動に挑むのか、期待と興奮を募らせています。2023年の活動が成功に終わったことを受け、ニバイトファミリーがさらなる飛躍を果たすことは疑いありません。今後の展開に注目が集まり、ファンたちはますますニバイトファミリーの躍進を見守っていくことでしょう。どんな未来が待っているのか、ファンと共にワクワクしながら見守っていきましょう。2024年がスタートし、ニバイトファミリーはますます多彩な試みでファンを魅了しています。1月2日から3日にかけては、体育トークで縦型バラエティ番組、ニバイトハイスクールが生配信され、その様子がトバーでも見逃し配信されました。これは、ニバイトが新たな形態のエンターテインメントに挑戦する一環として、大きな注目を浴びました。特に、三宅さんの活動は際立っています。23年7月2日にニバイトで行われた生配信に登場し、所属タレント第1号としてファンに喜びをもたらしました。その三宅さんが、翌3日には公式 ×Q Twitter と公式 Instagram を開設。同25日には、個人 YouTube チャンネル、ケン三宅も開設し、毎週火曜と木曜の午後9時からライブ配信を行っています。これにより、三宅さんはファンとのコミュニケーションを深めるとともに、新たな形でのエンターテインメントを提供しています。三宅さんの活動は音楽面でも充実しており、9月22日にはニバイト所属後初のデジタルシングル、レディーにダンスをリリース。また、10月14日に放送されたグルメバラエティー、ネシドラケンキン&しんのすけのグルメドライブでは、ニバイト合流後初の地上波テレビ出演を果たし、視聴者を楽しませました。さらに、12月31日の大晦日特番、笑って年越し座は赤海内で放送された、復活、伊藤家の食卓にも登場し、多岐にわたるエンターテインメントで存在感を発揮しました。その他にも、三宅さんは11月23日のライブ配信で、ニューヨーク発リラクゼーションドリンク、モーメントのコラボ PR を行うなど、多岐にわたる活動を展開。これらの試みにより、三宅さんは幅広い分野で成功を収め、その活躍ぶりには業界内外から称賛が寄せられています。そして、ファンにとっては嬉しいお知らせも、今年1月25日には、後輩である北山さんと共に、バラエティ番組、おどおどハラハラにもゲスト出演予定。これにより、三宅さんの魅力をさらに広く知る機会が広がります。ニバイトファミリーのメンバーたちが次々と新しい挑戦に取り組む中、ファンはますます彼らの活動に期待と興奮を募らせていることでしょう。これからもニバイトファミリーの躍進に目が離せません。
2023年8月16日、ミバイトの公式ツイッターアカウントが大東さんの所属を発表し、これによりミバイトファミリーに唯一の俳優枠が誕生しました。大東さんは俳優としての活動において、昨年10月期に放送された深夜ドラマ、秘密を持った少年たちで移籍早々メインキャストを演じ、その後11月17日から23日まで東京日本青年館ホールにて上演された舞台、音楽劇秘密を持った少年たちにも出演しました。その他、大東さんはミバイトファミリーの様々なメディアでの活動にも参加しています。12月24日には放送された YouTube 番組、トベ版や PIKTOK 番組、ミバイトハイスクールにも登場し、多岐にわたるエンターテインメントの分野で存在感を発揮しています。インプとして活動する佐藤新田さん、鈴木旺雅さん、影山拓也さん、椿旺雅さん、松井湊さん、本井春介さん、横原祐希さんの7人も23年7月14日にミバイト公式 YouTube の生配信で新たに活動することを発表し、同日にグループのデジタルシングル、I Got It をリリース。続けてハイペースで楽曲を発表し、11月8日にはクルージンインプの CD をリリースしました。大阪、京セラドーム大阪で行われた音楽フェス、ダンクショーケースイン京セラドーム大阪にも出演し、昨年12月2日には音楽特番、ベストアーティスト2023にも参加。その後、12月31日の CDTV ライブ1ライブ、年越しスペシャル2023、2024で、CRUISIN を披露し、音楽番組への露出を増やしていきました。インプは、2024年2月21日には、SWITCHINGI GOT IT の CD を発売予定となり、さらなる活動が期待されています。ミバイトファミリーのメンバーたちは、様々な分野での活躍を通じてファンを魅了し続け、これからも新たな挑戦を続けていくことでしょう。ファンはミバイトファミリーの未来に期待と興奮を募らせ、彼らの成長を見守りたいと思っています。23年9月17日、38歳の誕生日に元キスマイフット2の北山さんがミバイトファミリーへの合流を発表し、この意外性にファンは驚きと歓喜に包まれました。なんと8月31日に旧ジャニーズ事務所を退所したばかりであり、1ヶ月足らずでのミバイト合流はエンターテインメント界に大きな話題を提供しました。その後、11月17日には合流後初のデジタルシングル、乱心を配信リリースし、12月22日にはデジタルセカンドシングル、ジョーカーを発表。北山さんは昨年12月26日に、踊るさんま御殿、年末特大4時間 SP でジャニーズ退所以降初の地上波出演を果たし、同27日には特番、クリエイタードラゴン内で放送された、リベ女憎きの場男に中クラスにも登場しています。また、北山さんはミバイトファミリー内で MC を務め、YouTube のトベ版や体育トーク番組、ミバイトハイスクールでの卓越した司会ぶりも注目を集めています。1月25日には、北山さんが三宅さんと共に、地上波バラエティ番組、踊り踊りハラハラに出演予定。1月31日には、ファーストシングル CD、乱心のリリースが予定されています。北山さんの活動はますます多岐にわたり、ファンはその成長と新たな試みに期待と興奮を抱いています。23年5月22日にカネプリを脱退した平野さん、神宮寺さん、岸さんの3人も同時に事務所を退所。平野さんと神宮寺さんは7月7日に一足早くミバイトへの合流を発表し、10月15日に東京ドームで行われたミバイト公式 YouTube の生配信では、岸さんが合流し、同時に3人で新グループ、ナンバーアイを結成しました。この活動は大きな話題となり、3人はナイロンジャパン、グローバルイシュー04で表紙を飾り、女性ファッション誌、ボーグジャパン、公式ウェブサイトと高級ブランドイブサンローランの香水、リブレのタイアップデジタルコンテンツにも登場しました。平野さんはエルジャポン11月号の特別版の表紙も務め、1月1日にはデビューシングル、ゴートをリリース。その MV は YouTube で公開され、わずか3日で1000万回再生を突破するなど、爆発的な人気を誇っています。1月5日には平野さんが自身のインスタグラムで V ビトンとのパートナーシップを報告し、YSL アイコンリップ、ルージュピュールクチュールの新 CM にも起用されました。また、
神宮寺さんのドラマ出演の噂もネット上で広まり、2024年4月期のドラマに出演する可能性が浮上しています。この情報が本当であれば、約2年ぶりのドラマ出演となり、ファンはその役柄に期待と興奮を募らせています。2バイトファミリーのメンバーたちは、各々が異なる分野での活躍を通じて、エンターテインメント界に新たな風を吹き込んでいます。今後の展開がますます注目され、ファンは2バイトファミリーの成長と成功に期待を寄せています。2バイトの待望の初のコンサート、2ヒーローズ、2バイトファーストスーパーライブが、2024年3月14日から17日までの4日間にわたり、東京ドームで開催されます。そして、その最終日公演が2024年3月17日に、プライムビデオにて約230の国と地域でイブ配信されることが発表されました。このコンサートのタイトル、2ヒーローズは、この時代に生きる全員が主役であり、全員がヒーローになれるようにという意味が込められており、ファンはアーティスト全員が一堂に会するこの特別な瞬間を待ち望んでいます。滝沢氏は、この取り組みにおいて、2バイトがアーティスト全員が参加するコンサートをプライムビデオで世界中に生配信することを開始します。これは、2バイトのアーティストが世界に羽ばたくきっかけとなる大きな挑戦であり、ファンは歴史的な瞬間をプライムビデオを通じて共有することができるでしょう。滝沢氏は、この歴史に残る瞬間を皆様の目でご覧になっていただきたいと強く願いますとコメントし、2バイトの国際的な成功に期待とサポートを寄せています。2023年には日本国内で大きな成功を収めた2バイトですが、それは彼らにとって準備段階に過ぎませんでした。今後の国際的な舞台での活躍がますます期待され、彼らの未来に注目が集まります。これからの2バイトの活躍に期待し、プライムビデオを通じて世界中のファンが一堂に会するコンサートの感動的な瞬間を共有することでしょう。